に作品の説明をしますと、全体的には、日本で、なんだっけ、アートラッシュっていうギャラリーがあるんですけど、そこで定期的に企画展に参加させていただいてて、その作品と新作を混ぜて今回はもういっぱい持ってきました。私的にはテーマは、私はイラストレーターをやっていて、常にクライアントがいる仕事で、クライアントの様が満足するイラストを描けば OK なんですけど、そういうのがさばきまして、なんか自分なりのものを出したいなと思うのと、今までいっぱいいっぱいいっぱい可愛い美しいものを見てきたものを自分の何か自分のフィルターを通して出していけたらいいなって思って、それでもう年も年ですし、今やんなきゃいつやるんだってことで参加活動を始めました。なんだろうな、とりあえず見た人がほっこりするとか元気になるとか何か感じるものがあったらいいなと思ってます。よろしく。これは虫がテーマで、ムカデを可愛くしようとして作ってみました。これはブローチです。ブローチです。全部手作りです。おほほ。これは日本のタイトルは頭に花が咲いてるのっていうすごく能天気なタイトルなんですけどフランス語になってません。でこのぐるぐるシリーズは一応ポイズンがテーマです。ちょっと毒とパワーを感じられたらいいかなと思ってます。これは初めてのオイルペインティングなんですけど、今は刺繍がメインでやってるんですけど、もうちょっとしたらオイルペインティングもやりたいななんて思ってるんですよ。それでね、なんでそのポスターのそこにあるかと言いますと、これはフランスのバンドでネットセクシーっていうんですけども、最初に、なんだろう、ネットセクシーを見た時にキャラクターデザインを勝手にして、そしたらネットセクシーが気に入って、レコードジャケットのデザインに私のイラストを使ってくれたっていうのがきっかけなんですけども、これもフランスのバンドなので、ギャラリーサテリットもフランスなので、なんとなくフランスにつながりがあるので、このバンドは私をよくサポートしてくれます。で今回は個展にちなんで、これはブローチになってます。ブローチとしても楽しめるけど絵としても楽しめます。これは昆虫がテーマの作品の一つなんですけど、蝶々の羽をつけてる女の子で、実際はこの子は飛べないかもしれないんですけど、頑張って飛ぶのっていう気持ちを込めて作りました。これはキノコのレインボーです。なんかとにかく何か力を感じてくれればいいなと思ってます。とても好きなんですけど、自分では。というわけで、どうぞよろしくお願いします。